あら、あ、秋山くん、秋山くん、来て来て座って座って、秋山くんだ、顔しか見たことなかったけど、秋山くんだ、何、本当に来てくれたの？いやいやいや、正直私ビビっててさ、今多いから、こういうその、都会から田舎への移住者、人によってはさ、感じ悪い人も多いから、秋山くん大丈夫かなって正直不安はあったの。したら何、村祭りの会議まで来てくれるの。うわー、しかもさ、まだ結構前よ、私しかまだ来てない、なのに来てくれる、村の行事に積極的に参加してくれる。ああ、秋山くんそういうタイプなんだ、秋山くんがそういうタイプだって分かって、私は悲しいよ。そう、なんで悲しいねん、そう、それいいね、秋山くんいいね。そうか、大阪出身かんだよな。そうか、じゃあバンバン突っ込んでくれるんだ、やりがいがあるね。あ、そう、あ、自己紹介やね、おぐれだね。あの、私ね、この辺の地区の、あの、会長してます、町内会長の、あの、山下キーマカレー友久って名前です。嘘つき、そう、それそれ、そんな名前のやついない、そんな元ニュースのインドみたいなやついない。そんなやつはいない、そう、そんなやつじゃない。私、藤井って言います、名札ある通り藤井です。いや、これからね、なんかあれだね、なんか揉めそうだね。なんで揉めんねん、そう、それ、そう、それ、いいね、ガンガン来てくれて、すごいね。突っ込む時にこう手がこう、こうなって、首がこうなって、こうリクライニングチェアみたいな、こう座っちゃおうかな。なんで座んねん、そう、それ、いいね、いい子だ。いやいやいや、まあこれからね、まあこの辺の皆さんも来ますので、村祭りのね、会議を始めると、で、会議をするに先立ってみんなでね、指車ってのをします。これ、この辺のしきたり知らないよね。指車っていうのは、自分の利き手じゃない方の親指を利き手でぐる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 回すと、ぐる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 回して疲労骨折したら勝ちっていう。そういう風なしきたり、疲労骨折したら勝ち、したら一人前っていう、そういうしきたりです。ぐる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 回します。で、やってる間、指車中の金庫が痛いと助けて、これがダメなの、痛いと助けてが禁止だから、みんな語彙を尽くすのよね、単純な言葉がダメだから。で、ぐる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 回してね、指が肌色からね、だんだん赤くなるの、赤くなって赤くなって、みんな、あの、刺すようだっていう、刺すようだ、文学的に刺すようだ、赤くなって青くなったぐらいで、あ、もうだっていう、もうだ、これはもうだって言って、で、赤くなって青くなって指の付け根が黒くなったら、みんな笑ってるっていう。指車、そういうしきたり、これから指車始まるよ。そんなないわろ、その通り、その通り、ないやろって、その通りよ、その通り、あるわけないよ、そんなの。今の時代に指車なんか残りません、ね、本当にあるのは耳車、耳をぐるぐるぐるってます。嘘つけって、その通りよ。いや、ガンガン来るね。ここまでの会話で分かったと思うけれど、秋山君、私はね、怖い人。すごく怖い人、本当に怖い人、あれだよ、怖いってあれだよ、私がその怖い人間だじゃないよ、私、人間が怖いの。他者が全員怖い。だからいっぱい嘘ついてる。人間とちゃんと関わるのが怖いから、いっぱい嘘ついて全部煙に巻くって、そういう人間。嘘つけじゃないな。今が本当だな。本当だよ。私ね、他者と正々堂々コミュニケーションするのが嫌なの、傷つくから、もうキャパシティがあるから。だから、いっぱい嘘ついて、いっぱいボケて、いっぱいふざけて、煙に巻く、そういうスタンスなのよ。なんでやねんじゃないのよ。そうなのよ。で、これ別に私に限ったことじゃないと思うよ、多くの人にあることだと思う。人ってね、いつでも正々堂々一生懸命正面向いて頑張るって無理なの。だから時々ふざけたり、嘘をついたり、ごまかしたりしながら、なんとなく逃げるように生きてる。でも、その逃げ方ってのはね、一方で人と向き合うための戦い方でもあるのよ。だから私はね、ふざけたり嘘をついたりすることを通じて、むしろ目の前の人に向き合おうとしてるのよ。嘘つきじゃないな。今私、だいぶ本当のこと言ってるぞ。これが嘘だって思うってことは、君、
人か人なのか、これに嘘つけって。なんなんだ秋山くん、なんでもかんでも嘘つけなんでやねんって。秋山くんはなんで何でもかんでも突っ込むの？怖いから。同じ人間だ。見たのか。見たなら見てけよ。ショッピー。